吹雪テトラ。前適当に開封したパート1がまさかの高評価。複雑な気持ちです。どうもこんにちは、吹雪です。今回は動画にするまでもないものと手に取った瞬間悟った商品を一気に開封します。まずは吉田市場1119敏腕乳酸菌配合ザリガニエビの餌。吉田自社国産ザリガニエビの餌、東京大学脊髄教授が発見した1119敏腕乳酸菌配合ザリガニエビの餌。中から強く元気にペレット細長、沼エビやカニなど甲殻類に最適、優れた自然免疫促進活性、強さを育てる乳酸菌、厳選した国産原料を使用、トレビオ大切な生命を扱う、沈下性、1日1、2回5分程度で食べきる量を与えます。原材料はフィッシュミール、グルテンミール、脱脂大豆、オキアミミール、小麦粉、素タンパク 46% 脂肪 5% なんで中タンパク中脂肪の餌です。吉田市場から出てますけども、製造はシルクミールジャパンです。中身はこんな感じ、スティック状です。香ばしい香りです。いいです。他のシリーズやりましたけど、だいたい 1,2 ヶ月経つと素晴らしい香りになるんですよ、この袋の中が。つまりその、まあ、菌がね、発酵してるのか腐敗してるのか分かりませんけど、ちょっとこの餌の寿命が短いということで、この乳酸菌シリーズはもう使ってないんですけど、 20g 入ってるんだけど、多分よほどエビ飼ってないと使い切れないです。ものすごい量入ってます。拡大するとこんな感じ、細かい白い粉が見えます。これが乳酸菌です。入れた瞬間この粉が水面に漂う可能性があるんですけど、代償として食べてくれれば健康になります。まあ当時はね、こういうのもいろいろやってましたけど、やっぱりこう水汚すんですよ。エビ水槽です。右上に与えます。勢いよく入れれば沈みます。ちなみにこの水槽は普段電気消してます。入ってるのは大和沼エビです。お、来た来た。掴んで離さないってことは食べてんのかな。逃げるな、これ撮影できねえな。来るんだけど持って逃げるから撮影しづらい。吐き出してないな。まずければ粉が出すんですけど、出してないな。解説しだしたらいなくなるんだよね。解説をしだしたらいなくなるのやめてほしいんですけど、こいつは食ってるな。もう見えないな。粉ないですよね。今すごい拡大してるから粉出ればすぐ見えるんですけど、粉出さないってことは美味しいわ。普通に使えると思います。例えばあのこの餌を与えてどういう変化があるのかって検証しようにも、大和沼エビってそんなあんま変化ないんですよね。レッドビーシュリンプとかだったら変化あるんですけど、どちらにせよちょっと検証できないっていう問題があって、こいつは何でも食べるからね。よほどまずい餌じゃない限りは吐き出さないんで、今はフィルター止めてるんで分かるんですけど、粉全然待ってないんですよ。吐き出してないです。一応まあレッドビーシュリンプはどうか分かりませんけど、悪くはないです。ただこれ早く使い切らないとこの中で発酵してしまうんで、普段のその半年に1回の交換っていう普段の餌の交換よりかは、まあ、気持ちできれば1ヶ月に1回新品買った方がいいと思います。だからもうちょっと量を増やしてほしいんだよね。 20g もいらないんでね、 5g でもいいと思うんだけどね。ジェックスのデジタル水温計、電池を変えてもすぐ壊れるので、これの買いはないかと探したところあったので紹介させてくださいっていう動画をやろうとしたんだけど、これもね、これもやはり企画が弱いのでお蔵になっているというものを今回紹介します。テトラデジタル水温計ホワイト WD1 ブラック BD1 日装デジタルオート水温計 NDW。 テトラに関しては新しいパッケージになってます。これ古いパッケージの商品です。いかに前に買ったのかっていうのは分かると思います。テトラデジタル水温計ホワイト WD1 スタイリッシュデザインで見やすい大型液晶、小型センサーで水槽内スッキリ、どこでも設置 OK、 マジックテープ付き、動作確認用の電池もあります。センサーを水中に入れて吸盤でガラスにセットします。付属のマジックテープを本体の裏面に貼り付け、水槽外側の水のかからないお好きな場所に貼り付けてください。0から50度を測定できます。測定周期は10秒ごと、高度長1メートル、ブラックは BD1 です。淡水海水共用、スタイリッシュで見やすい画面、どこでも設置可能、マジックテープ付き、オンオフ電源切り替え機能付き、デジタルオート水温計 NDW ホワイト、測定範囲はマイナス10から50度、測定周期は5秒ごと、連続使用時間は約5ヶ月、高度長は約1メートル、電池は LR44、 本体動作確認用の電池、マジックテープ説明書は入ってます。本体裏返してここを取ります。電池のカバーはここで止まります。2箇所穴が開いているのでここに入れます。
電池の上の部分にくぼみがあるので、ここにマジックテープを貼ります。その後液晶フィルムを剥がします。右の側面からコードが伸びてます。白いボディもコードは黒、センサーは小さいです。キスゴムに突起があります。キスゴムはやや硬いです。机が持ち上がるぐらい吸着力が強いです。外すときはここの突起をつまむ。日装も同じです。本体、電池、マジックテープ、説明書。日装は電池1個です。液晶のフィルムが貼ってます。昔のゲーム感があるね、この液晶。ここに電池か。入れにくいな。液晶はこんな感じ。光らないんですけど、文字が太いので見やすい。センサーはとても小さいですけど、キスゴムに突起はない。ああ、それでも結構吸着力あります。悪くはないです。テトラと比べるとこんな感じ。まあ大体同じやね。オンオフボタンがこっちにあって、これで消せます。これでつきます。あと、F-C にもできます。これ便利ですね。再びエビ水槽です。左の手前に設置しました。設置して気づいたんですけど、電源コードうざいですね。 JEX のデジタル水温計は電源コードがなかったので、水槽内がすっきりしてます。でもこれはセンサーを水中に入れないといけないので、ちょっとコードの主張が強い。あと液晶が光らないので非常に見にくいです。性能の低いディスプレイと同じで、ちょっと上に行くと見えないです。日装は 21.5 度、テトラのホワイトは 20.7 度、テトラの黒は 20.6 度。まあ黒と白はだいたい同じぐらいですね。こういうのが今回続きます。ご了承ください。須藤メダカの小生玉土茶 800ml 新商品です。スターペット、メダカの飼育繁殖に適した丸くて優しい多孔質構造の小生土、メダカの小生玉土五輪、無着色の天然土を丸い土に固め小生しました。粒が潰れにくく丈夫で長持ち、ろ過細菌が定着し働きやすい多孔質構造が汚れた飼育水を浄化。チャー 800ml 30センチで 0.5 回 1 リットル、無水計算、酸化アルミニウム、酸化第二鉄、酸化カルシウム、酸化マグネシウム。しかも原産国は日本。パッケージが透けてて粒サイズもちょうどいいので、あ、これいいなと思って購入したんですけど、風紀さん、下に目をやってしまいました。粉の量が半端ないです。開封していないんですけど、すでに粉があります。かなりの量の粉が下に蓄積しているので、型崩れしやすいソールです。硬いやつってね、この時点で粉がないんですよ。開けるとこんな感じ。一見良さそうに思うんだけど、すごく細かい粒が混じってます。これはすぐ泥になっちゃうんで、できればもうちょっと大きい粒の方がいいと思います。内部の通水性が悪い。わかるかな、もうこの辺とかも型崩れしてんのがあるんだよね。できればこの一番大きい粒ばっかりの方がいいんですけど、ちょっとすごい小さい粒が混じってる。匂いはないです。無臭です。さらに拡大した様子です。一見丸く固まっていて粉っぽくなく思えるんですけど、袋の中に手を突っ込むことで細かい粉が指につきます。実は表面粉っぽいです。あのチートソイルはそういうことはないんでね。硬さはまあまあ固められてはいるんですけど、少しこう擦るだけでね、粉が出る。ただあのすごく小さな穴が開いてるので、露材として機能すると思います。このスプーンにもついたね、粉が。いけ、苔抑制ボール、君に決めた。苔って何でしたってぐらいマジ苔生えない。超効くんです。超最高。苔抑制ボール3個入り、水槽内フィルター内にポンと入れるだけで、苔の原因となるリン酸塩を吸着し苔を予防します。カプセル型なので取り出しも簡単。20リットルに対して1から2個、1ヶ月を目安に交換してください。曽根ケミファです。一時期リンを除去することに結構力を入れていたので、その時に見つけた商品です。これ入れるだけでいいので楽だなと思って購入したんですけど、これもね、致命的な欠点があります。これはろ過槽に入れる、つまり水流のある場所に入れて水分子と反応させることでリンを抑制するんですけど、今一回も開けてないですよ。開けてないのにもう下の方に粉が結構落ちてるんですよ。これ茶色い粉がたくさん見えます。この時点でダメだと思って検証していないです。トン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 すると粉出るよ。他にもシリーズあるんですけど、こんなに粉っぽいのでやる気は起きません。さすがにひどすぎるのでこの辺にしとこうと思います。水作エアサークル LED USB スタイル、これは一見良さそうに思えるよね。魚作りは水作り、水作 1.2W240mAh、
淡水用、 USB 電源採用、 USB 電源使用で低電圧だから安心安全、 LED& 細かい泡で幻想的な水中イルミネーションを演出、いろいろな色に変わるライトです。電源をセットするだけで LED が次々と変化、 LED の色を固定することはできません。このように色が変化します。エアサークル LED、 USB スタイル。本製品にはエアポンプ及びエアチューブは付属していません。水槽の壁面が底面に基礎ゴムで固定して使えます。詳細の大きさはこんな感じ。本体はもちろん防水です。エアポンプを使用しない場合と使用した時の様子が載ってます。高度長は約 1.4m。 本体 USB 電源アダプター説明書が入ってます。これおそらく去年出たんじゃないかと思います。水作が全く宣伝しないのとチャームでも売っていなかったので気づかなかった商品です。最近水作はものすごく新商品が出たので改めてホームページを見たんですよ。その時にね、これがしれっとあって、あ、これそういえば開封してないなっていうことで購入したということでございます。あまり話題になりませんが USB アダプター結構優秀です。デザインは色が白くて可愛いんですけど、あまり発熱しないんですよね。電源プラグは動かない。背面に USB を挿します。本体も比較的コンパクトです。小さな水槽でも使えると思います。厚みもそこまで分厚くない。上の部分に突出口がついてます。でちゃんと突出口も白くして目立ちにくくなってます。ここにエアチューブを挿してエアを出します。エアを出さなくても使えます。基板がむき出しですね。ここちゃんと透明なフィルムで覆われてるので大丈夫です。下にはキスゴムがついてます。あ、一応このキスゴムは外れるね。あれあれあれ、あ、これ外れるんか。あ、これ外れます。あ、キスゴム結構強力です。いいですね。あ、これ一回ついたら外れないパターンだ。見づらいんで編集でありますけど、ここに全く意味のない突起がついてます。もうちょっと分厚くしないと意味ないぞ。こ手でつまめないんで、これ本当に意味のない突起です。こうつまめねえもん。こう小さすぎて無駄に吸着力強いから、ただまあ接続は簡単で、ただ USB を挿せばいいだけ。空気中で使うなという記載はなかったので見てみます。あ、ついたな。あ、色変わってるね。あ、ちょっとこのちょっとね、カメラで撮るとちょっとこのふらつきっていうのがあるんですけど、目で見た感じはないです。あ、でも直視できないぐらい眩しいです。水中に設置しました。エビたちが集まってきました。まずはエアーなしです。おお、あ、逃げたな逃げたわいきなり明るくなったんでびっくりして逃げました。あ、なるほど。あ、意外と強いな。こんな感じです。遠くからでもよく光ってます。眩しいです。エア入れてみます。2リットル毎分です。あ、意外と細かいな。細かいっすよね。水作だからか分かりませんけど、あ、これはすごいな。こういうやつって明るさだけ重視してエアがでかいのって多いんだけど、これエア細かいっすよね。少し離れるとこんな感じです。あ、すげえなこれすげえな。まだちょっと余力があるので少し強いエアーにしてみます。今 3.5 リットル毎分です。なんと 3.5 リットル毎分でも普通にいけます。あ、でもちょっとエアーが乱れてますね。まっすぐはいかなくなってきましたね。遠く離れるとこんな感じ。明るいっすよね。上から見ても横から見ても綺麗です。性能に関しては全く問題ないんですけど、色が瞬時に変わるものは魚にとって相当ストレスになります。アートアクアリウムとかね、なんか買ってから気づいたんですよ。あ、そういえばこれ魚にストレスになるなっていうことで、これ入れない方がいいです。入れると免疫が下がると思います。自然界でこんな色変わるやつないんで、魚にとってはありがた迷惑と言いますか、本当にもう落ち着かない。特に寝る時とかね、これつけてたらもう寝れないし、だからもうこれ消してさ、こういう感じで電気を消して使うのであれば全く問題ないんですけど、それだったらこの USB の電源コード邪魔くさいですよね。美しいんだけれども魚のことを考えたら使えないということでお蔵入りになってます。 LED 照明が上に点灯しててもやっぱり目立ちますね。パート1が意外と好評だったんで勢いでやってしまったんですけど、いやもう無理だろさすがに。ただまあこういうちょっと癖の強い商品ってのもあるんで、購入するときは気をつけていただきたいなと思います。長期的に使うことを想定すると使えないなという商品が今回多かったですね。悟ったシリーズが果たしてできるのか視聴者さんの反応を見て決めます。粉っぽいのろ過装に入れたらダメなんですよ。インペラのシャフトを削るから、それによってね外部がダメな